実は日本で最も人を殺している生物がキイロスズメバチなんです。キイロスズメバチは人間にとってとっても危険な生き物なんです。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今回は人間にとってオオスズメバチより危険なキイロスズメバチについて紹介したいと思います。はい、こちらはですね、私たちがここに着いた時にちょうどこの群れのミツバチたちが熱殺蜂起をしていて倒したキイロスズメバチです。キイロスズメバチは死んでしまっています。ニホンミツバチも一緒にくっついて死んでしまっているんですが、なんと足に噛みついたまま死んでしまっています。熱殺蜂起の熱で死んでしまったのか、キイロスズメバチに刺されて死んでしまったのか分かりませんが、この子は群れを守った立派な子ですね。キイロスズメバチはニホンミツバチの巣にやってくると1匹ずつミツバチを捕まえて肉団子にして巣に持って帰ります。キイロスズメバチがやってくるとニホンミツバチは巣箱の出入り口に多数出てきます。そしてキイロスズメバチが巣に近づくと体を振ってキイロスズメバチを威嚇します。夏から秋は本当にたくさんのキイロスズメバチがやってきて、常に数匹が巣箱の周りを飛んでいるんです。キイロスズメバチは1匹ずつニホンミツバチを捕まえていきますが、あまり数は多くないので群れに大した影響はないんです。以前にキイロスズメバチがニホンミツバチを捕まえるまで何分かかるか観察したことがあるんですが、その時は30分観察してやっと1匹捕まえていました。キイロスズメバチは小さいですし、アシナガバチと大して差がないように見えますよね。ですが、実はキイロスズメバチは人間にとってとっても危険な生き物なんです。実は日本で最も人を殺している生物がキイロスズメバチなんです。毎年スズメバチに刺されて亡くなってしまう方が20人くらいいるんです。クマや毒蛇より圧倒的に多いんです。スズメバチにもたくさんの種類があるんですが、被害が最も多いのがキイロスズメバチと世界最大のオオスズメバチなんです。もちろんオオスズメバチの方が圧倒的に大きくて毒の量も多いです。オオスズメバチがキイロスズメバチの巣を襲うことがあるくらい力に差があるんです。キイロスズメバチが恐ろしいのは人の身近なところに巣を作ることです。キイロスズメバチは様々な環境への適応能力が高くて、人間の生活圏にも巣を作るのが特徴です。少し高い場所に巣を作る特性があって、家の軒下や屋根裏に巣を作ることが多いです。最も身近なスズメバチで住宅地でも被害に遭うことがあります。うっかり巣に近づいてしまうとキイロスズメバチが何十匹何百匹と攻撃をしてきます。一方でオオスズメバチは土の中に巣を作るので、巣を作られる場所は限られています。生息数はキイロスズメバチよりも少なくて、登山や農作業などで山の中に入った時など被害に遭うシーンは限られています。スズメバチの種類別の被害の統計はないのですが、キイロスズメバチの被害が最も多いのではないかと考えられます。キイロスズメバチは攻撃性が高いんです。ですが、私たちは今までミツバチを襲うキイロスズメバチを間近で観察していましたが、襲われたことはありません。それは何でなんでしょうか。キイロスズメバチもむやみに攻撃をするわけではなく、巣を守るために攻撃するんです。ニホンミツバチの巣を襲いに来たキイロスズメバチは餌を集めるのに必死です。なので人間に襲いかかることはありませんし、こちらが何もしなければ関心を示すこともありません。はい、ニホンミツバチを飼育していると必ずキイロスズメバチがやってきます。近づくときは何かの拍子に刺されないように気をつけてください。またキイロスズメバチの巣を見かけたときは危険ですので、絶対に近寄らないようにしましょう。はい、以上がオオスズメバチより危険なキイロスズメバチの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。
このチャンネルでは趣味で日本ミツバチを飼育するためのノウハウなどを発信していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が良かったという方はぜひ高評価お願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。